円卓を用いた会議の例名古屋市議会の街道円卓は会議などに用いられる丸いもしくは円形に並べられた机またはテーブルのことである円卓は円の一様な形を利用して会議の参加者同士が席次やグループにこだわることなく対等の関係で自由に発言できるような会議を行いたい場合に用いられることが多いただし円卓を用いる場合で 神座や下座といった序列を明らかにさせたい場合は、入り口から遠い席を神座とする。このようなアイディアは、アーサー王伝説で、キャメロット城にあった、アーサー王とその遠卓の騎士たちのためのテーブルから、由来したものだと言われる。今日、遠卓は、国際会議ではしばしば使用され、パーティーでも使われることがある。近年の最も有名な遠卓会議は、1989年に、 ポーランドで行われた共産党政府と連帯の会議である中華料理店では円卓がよく使われる円卓を比較的自由な人数で囲んで同じ釜の飯を食べるように料理をシェアして楽しむことができるほとんどの円卓は中央が回転できるようになっていて自分の好きな料理を自分の前に回して自由に取ることができるようになっているこの回転台付きの円卓は 中国、日本以外でも広く使われている。これが日本で発明されて中国へもその後世界の中華料理店へも広がったという説もある。日本では9時に客がチップを渡していたが1930、1931年の昭和教皇でチップを払う人が減り、 チップなしの店が増えたことで給仕が次第にいなくなり、客が自分で料理を取り分けるために回転テーブルが生まれたとされる。ありがとうございます。